ちょっと教えていこうかなと思います。っていうのはそのなんでこれしようかと思ったかっていうと、マシュマロにこうマシュマロっていうあの質問投稿サイトがあるんですけど、それに初めてこうあの質問が来たのが、ラーメンでおすすめ教えてくださいとか、まあ、僕が多分ツイッターに結構あの書いてるからですね、あのなんて言いますか、あの ご飯の話をなんで、まあ、グルメ教えてくださいって言って来ているということですね。なんであの全力でやろうと思ってプレゼン資料を作りました、はい、なんでやっていきます。まあ後でこれ残ればいいな、今別に視聴者が来てくれてもいいけど、はい、じゃあちょっともう早速いきますね。10位があのみっちゃんラーメンっていうこのラーメン屋さん、これ二日市にあるラーメン屋さんですね。これはあのサブカルチュアっていうゲームセンターが昔あったんですよ、二日市駅に。でそこで、まあ、サードをやってた人とか特に、まあ、KOF も聖地だったのかな、は多分よく知ってるラーメン屋さんですね。結構遅くまで開いてて、でそこなんか辛味噌がすごい特徴があるところ、あとあの焼き飯の量がめちゃくちゃ多いんですよ。で、まあここで腹ごしらえして大会に臨むっていうことで、で僕なんかもうみっちゃんラーメンのこうニンニクをめちゃくちゃ入れて大会に臨んでたんで、あお前みっちゃん行ってきたなっつって結構仲間に嫌がられたりしてたっていう。ベタからカタっていうあのラーメンの質を選択できるんですよ。それが非常にあの僕いつもベタカタカラにしましたけど。あ濃い味にできるっていうところで、おすすめのカスタマイズができて僕大好きでした。1日にね2回食べたことあるんですよ。昼も行って夜も食べるってことをしたことあって、それはさすがにちょっと飽きましたね。ということで10位はみっちゃんラーメンでした。9位がこれはどこにでもありますね、福岡とあの博多駅のあと天神にあるのかな、あの地下にあるラーメン屋さんですね。表にないっていうか、あ昔あの天神コアにもありました。まあ、地下の方にあるんですよ。で美味しいんだけど、まあ、結構博多を代表するようなラーメンですね。でラーメンこれ何がいいかっていうと、ラーメンライスっていうのがラーメンセットだったかな、それが、チャーハンと餃子がついてて、それでも確か680円ぐらいしかしない、めちゃくちゃリーズナブルな値段なんですよね。でしかも美味しいと。で僕がいつもよく食べてたのはラーメンカレーセットでした。カレーがとラーメンが普通に1人前ずつついてくるっていう、それ結構美味しかった。これも なんかニンニクをめちゃくちゃ入れてますね。ニンニクをねなんかすごい黄色い感じに変色したニンニクなんだけど、まあ美味しい。この間コロナになってから行ってみたんですけど、コロナになって行ってみるとちょっと厳しいですね。あの客と客をすごく近くにまあ、座らせる店の作りで、生姜とかもちょっと共有、まあ、それほとんどの店共有なんだけど、だから向かい合って共有するような感じだからちょっと怖いなと思いました。まあコロナが落ち着いたらまた行ってみたいなと、まあ個人的な感想ですよ。今も皆さん行っていいと思うけど、9位が明大ラーメン店でした。はい。8位はこれうなりって読みますね。これ発祥の地は役員だったと思います、確か。僕あの近くの、美容室によく行ってたんですよね。で美容室のお姉さんがここがうまいって教えてくれた。今はもう中洲にもあるし、福岡空港にあるやつが多分一番お客さん集めてるんじゃないですかね。スープがむちゃくちゃまろやかですね。これ魚介系です。魚介系でスープがすごいまろやかなのが特徴ですね。で出始めの頃はその博多にあんまり魚介ラーメンがいっぱいなかったんで結構行ってました。まあほんと月1ぐらいで行ってたんですけど、まあ、その後魚介ラーメンが、まあ、後半の方にどんどん出てくるラーメンはあるんですけど、まあ、そこがだいぶ進出してきたんでやがてちょっと行かなくなりましたけど、まあまあ結構僕はおすすめですね、このうなりは。 今でもこれもニンニクやっぱりいっぱい入れてました。はい。で7位赤のれんですね。これは天神のですね、あの西日本新聞社の近くなんですね、エルガーラとかいうところの近くに、あったラーメン屋さんですね。で今移動して大名にあるのかな、その移動したタイミングで味が超辛くなったんですよね。濃くなった、若者向けにさらになったって感じです。これ昔からあるラーメン屋で、俺の親父が学生時代の時からなんか大学の近くにあったらしくて、でそ
そこの中あの一人娘だった人がせっちゃんっていう人だったんですけど、せつこさんという人がまあラーメン、あの今ではもうおかみさんになってますよね。で味の方はあのまあすごいやっぱあの特殊な味はしてますね。あの豚骨なんだけど、豚骨のかなり濃いめのところで、で人を選ぶ要素があって、それが麺で、麺がですね独自の製麺なんですよ。あのこの人たちが作ってる、まあ、独自の製麺なんだけど柔らかめなんですよね。だから片麺って言ったとしても柔らかいんですよ。なんでそこがちょっと人を選ぶかなという感じのところはありますね。まあでも僕は好きです。これも大学の時に、ね、月2ぐらい食ってましたね、友達と一緒に。のれんに行くかって、のれんって言ってましたけどね。でまあエルガーラに会った時はそこそこ味が落ちて、おとなしい味だったんだけど、大名にしてちょっと濃くなったなっていう感じです。ここもラーメン、チャーハン、餃子セットは非常に美味しいですね。うちの親父なんかもう大好きでね、大盛りラーメン頼んだとさらに替え玉してましたね。それはさすがにちょっと飽きたって言ってましたけど、まあまあ赤のれんでした。でこの八ちゃんラーメンが僕の中ではずっと1位だったんですよ。これ太宰府に回る、太宰府発祥の地なんですけど、これ家の僕昔太宰府に住んでて、あの夜中にほぼ毎日親父と一緒にラーメン屋さんに行ってたんですよね。でまあ、むちゃくちゃ濃い、超濃ゆいラーメン、もう食べ終わった後必ずあのスープの表面がこうベラベラってなるんですけど、あのもう本当あの行列が出まくて、冬の寒い日でももう行列ができてて入れないぐらいにやがてなっていたんです。最初はねそんなじゃなかったんだけど、やっぱだんだんそのあのまあ、美味しくなっていたのかな。それかあのいろんなラーメンブームっていうのが、まあ、平成の初期ぐらいにもあって、でだけど淘汰されててここは残ったみたいな感じになって、なんか評判を呼んで いつしかなんか行列のできるラーメン屋になって、そうするとねこの八ちゃんラーメン の、まあ、老夫婦がやってたんだけど、あのもう調子に乗ってさ、あの1週間に5日しか開けなくなったんだよ。週休2日とかになって、でだんだんそれがその週休3日ぐらいになっていったのかな。で開けてる時間も昼間開けなくなったんですよ。でなんか不定期に夏休みとか言ってもうむちゃくちゃ休むようにもなって、でしばらくして、あ長らく開けてなかったねって言ったら、いや夏休みしてましたとかってペロって言うから、もう超あの売り手市場というかね、こっちの出す方が強くなった。まあでもその、老夫婦もやがて引退して、今息子さん夫婦がやってるんですかね。で、チェーン店がめちゃくちゃ増えました。天神にもある、久留米にはラーメン八という名前でありますね。まあ、博多にもあります。あの八ちゃんラーメンも全国にも進出して、今横浜に博物館とかにも出てるから、めちゃくちゃあの僕大好きなラーメン屋さん、もうここにんにくめちゃくちゃ入れるんですけど、長らく僕の中で1位でしたね。だけどやっぱ後の紹介するあの魚介系のやつが博多に進出してきて、この八ちゃんラーメンも、ちょっとあのこんな6位とかになっちゃった。いやありえなかった、僕の中でずっと1位だったんだけど、今あの福岡人の人たちに結構そういう変化が起きてるそうですよ。あの豚骨のなんか町だったのに魚介が結構進出してきてる。まあ、あの太宰府の八ちゃんラーメンでした。あのチェーン店がいっぱいあるんだけど、太宰府をやっぱり進みます。久留米と太宰府じゃやっぱちょっと違うんですよ。博多と天神でも違うがあるので、まあ、ぜひ本店に行ってみてください。でここで辻田ですね。5位のこの辻田っていうところはあれですね、まあ、東京の方にあったラーメンはこっちに来てるんだけど、福岡に今福岡空港にラーメン滑走路っていうのができてて、あのまあ、全国のラーメンが食べれるんですよ。さっきのうなりとかもあります。でこの辻田がやっぱもうめちゃくちゃうまいんですよ。群を抜いてうまい。あのこれラーメン一杯で1100円とかにするんですけど、やっぱね上品な味はうまいんですよ。であの後に紹介するラーメン屋とどっちか迷うぐらいあったんですけど、やっぱあのパンチという意味でね、もう一つの魚介ラーメンの方がすごく効いてるんでこの位置にしました。でちなみにあの夏にカレーラーメンっていうのを売ることがあるんですよね、辻田の。それがねさらにうまいんですよ。でも夏季限定なんで、夏になったら絶対あのカレーラーメン食わないといけないなと思ってるんですけど、いやなんかゲテ臭い感じがするでしょ、うまいんですよ。いやこれはね辻田、あのこのカボスまで入れて
本当美味しいんで、福岡空港というか旅立つ際はぜひ行ってみてください。で4位が太一商店。これはね、豚骨なのか魚介なんでしょうね、多分ですね。僕熊本と大分の店によく行くんですけど、まあよく考えたら北九州にもあるんで福岡ラーメン10選に入れました。あと野菜がめちゃくちゃ増しますし、ニンニクも最初からめちゃくちゃ入ってますね。これはもう本当に飽きるぐらい行ったっすね。熊本とか大分とかにこのラーメン食べるためだけに1時間往復2時間かけて行ってましたもんね。いやこれは最初北九州で食べたんですけど、それでツイッターで誰かテケナーの人がこうチリチリさんとかが書いてたのかな、なんかそれを見つけてもめちゃくちゃ美味しかったんで、行ったらハマりましたね。まあ、魚粉とかがこうかけ自由にかけれるんですけど、まあトッピングも非常に充実してて、でこの太一商店のね、いいところとか面白いところは店舗によって結構メニューが違うんですよね。で太一商店のこのつけ麺と普通のラーメンがまあオーソドックスなんだけど、油そばがたまにあるんですよ。でそれが油そばがある店舗とない店舗があって、でしかも期間限定だったりするんで、だいぶ幻臭いメニューなんですけど、その油そばのなんかね、いろんなマヨネーズかけバージョンとかいろいろあるんだけど、オーソドックスなやつにもしありつけたら最強なんですよね。それはね、4位どころか2位ぐらいの破壊力がある。まあまあいずれにしても太一商店やっぱ美味しいですね。これはもう今では月1は行かなくなったけど、まあ今でも思い出して半年に一遍は行きますね。では4位でした。でこの辺からちょっと一気に1位3位を紹介するんじゃなくて、まあ代表的な博多のラーメンチェーン店もちょっと触れていこうと思うんですけど、まあ、一覧は正直言ってチェーン店だからランキングから外したけど、ぶっちゃけ3位以内に入りますね。やっぱここうまい。一覧ね、最初初期の時と味が違うんですよ。で初期の時の味を再現したラーメン屋で、法輪っていうラーメン屋さんもあるんですけど、一段ね、食べつけてると昔の味を食べたかったなーとかって思ってる時あったんですよ。で実際それは法輪で食べれるから、食べ比べてみたらやっぱ今の一段のこの改良された味の方がうまいんで、やっぱね、昔のなんか思い出補正がかかって昔の方が美味しかったなとか思ったりすることあるんですけど、やっぱ改良される意味ってあるんだなって思いました。この写しているところは天神の大名ですね。ここで釜だれっつって釜に入ったラーメンが出てくるんですけど、まあ別にそんなあんま変わんないですね。この普通の器に入ってるやつが美味しい。僕はだいたいこの秘伝のタレを4倍にして、入れますね。皆さんどんな食べ方ですか。白ネギだよね、肉2倍にして、これもやっぱね飽きないですね。これだけはもう硬いなと思う。チェーン店だから入れなかった。実はねランキングの3位の中にチェーン店が1つ入ってるんですよ。もうそれはねもうソウルフードだからどうしようもない。でも2つは入れたくなかったんで番外にしたんですけど、やっぱ硬いね一覧は。で大砲ラーメンはこれ久留米の発祥と言われてるんで、まあいわゆる博多のオーソドックスなラーメンだよね。福岡を出て、まあ、大阪とか東京に行った人は帰ってきた時に大砲ラーメン食べたくなるみたいですね。まあ、でも僕ら福岡にずっといる人からするとなんかちょっとパンチが弱い普通のオーソドックスすぎてわざわざ行かないっていう感じです。まあまあ僕はラーメンジャンキーだからね、その1年に1回ぐらいしかラーメンを食べないような普通の人は美味しいと思うけど、逆にラーメン慣れしてるラーメンジャンキーの人たちはあんまり行かないっていう、なんかそんな位置づけじゃないかなと思います。で一風堂、そうですね、で一風堂はカップラーメンで出てから僕行かなくなったんですよ。赤丸とか白丸とかね、まあいろいろあって美味しいんだろうけど、なんか身近になりすぎたなーっていう感じがありますね。商業施設のフードコートの中にも入ってるから、なんかいつでも食べられちゃうじゃんっていう感じがして、ありがたくない感じがして行かなかったんですけど、まあでもちゃんと行ったら美味しいんだろうね。ここは明太ご飯とかが僕は結構好きかな。ここが、まあ、好きっていう人が、
いると思うんで、あんまりちょっと悪くは言えないけど、ちょっと身近になりすぎたなという感じがします。はい、この新進っていうラーメン屋さんは、あの女性にすごい人気があるそうです。天神北の方にある。で、この新進はこれね、多分言ったらあれだけど SEO が上手だったんだな。福岡ラーメンで検索したら大体一発目に来るんですよ、これが。それは多分相当その検索エンジンに引っかかるような努力をなんかされたのかなという感じがします。で、まあ、実際もうそれからでも伸びに伸びて、今はラーメン街道とかにもあるんで、博多のね、博多 の, ラーメン街道みたいなところがあるんですけど、そこの中にもあるんで、まあ、今ではメジャーになったと思うんですけど、まあ、検索エンジン対策をしたのかどうかわかんないけど、検索したら必ず上に来るんでっていう感じかな。実際2回ぐらい行ったんですけど、僕的にはあんまりそんなじゃない。ただ女性が多かったですね。なんか女性に好まれるなんか仕掛け、インスタグラムとかやってるのかなっていう感じのラーメン屋さんね。はい、でこれ本当番外一味ラーメン、これはですね、二日市と、まあ、佐賀県の鳥栖市にもありますね。これは一発屋ですよ。一発屋で面白いから入れた。この上に浮かんでる赤いやつ、これがこのラーメンの全てなんですよ。これを食べてしまうと一気に迫力が落ちるんで、この赤いやつをどう運用するかっていう、もうこれだけがうまいっていう一発ラーメンですね。ちょっと風変わりというかね、本当に一味ラーメンってよく名前つけたなと思うんですけど、本当にこの赤身だけが全てですよ。なんで、そういうのも、出会いもたまには面白いかと思う人は行ってみるといいと思います。これは、昔高校の同級生の親がやってるラーメン屋だったんだから、食べに来てよって言ってみたら、そういう印象だった。でもなんか気になるんですよ。全体にうまいよりも一発一つ尖ってるところがあるラーメン屋ってのはこう気になる、行きたくなる。だから僕の中では結構高評価です。はい、小太郎ラーメン、これもちょっと思い出補正で入れさせてもらいました。これ、ね、太宰府八ちゃんラーメンの正面にあるラーメン屋なんですよ。で、八ちゃんラーメンが不定期に閉まるんで、脱協して前行くんだけどっていうラーメン屋なんだけど、これね、妥協して行ってみたら結構うまいんですよ。後にね、そんな失礼な行き方じゃなくて、後に太宰府を離れてからここのためだけに行くこともあるようになった。どうしても正面に八ちゃんがあるんで行っちゃうんだけど、でもその入り方した人って多分結構多いんじゃないかな、八ちゃんが閉まってたからここに行くっていう人。でもね、そんな、それはちょっとモチベーションとしては失礼なんだけど、でも美味しかった。焼き鳥も食べれるし、今では八ちゃんラーメンよりこっちの方が好きなぐらいあるな、バリエーションがあるから。ほんとね、焼き鳥も美味しいんですよ、うん、ここのラーメン自体は、結構あっさりしてます。あんまり味がしつこい感じがしない。それがね、かえって麺の美味しさをこう味わえるから美味しいんですよね。小太郎ラーメン、ちょっとこれまで説明したところでだいぶあっさりなんだけど、ここはここのうまさがあっていい。これもぜひおすすめです。太宰府にあります。これは佐賀県にありますね。佐賀県佐賀市にあります三吉ラーメンっていう、佐賀市の人はもうお昼に大体ここに行く。でも夜遅くまで空いてるんで、結構ね、夜遅くに行ったら女子大生とかいるんだよね、佐賀のね。女の人も結構好き、すごいこう、もう、まあ、豚骨ですよね。むちゃくちゃ濃い豚骨、こってりです。で、麺がすごいこうわさわさってなってる、あんまりこうなんていうかな、整った感じがして、わさわさってなってるラーメン、ネギもぶつ切りだし、大味な作りなんだけど、まあ、スープが超うまいんで。で、ここはね、ムーンウォークするぐらい店の中が油ぎっしゅなんで、なんかそれを嫌う人もいるね。でも意外と女の子が多いんですよ。だからなんかその店もう本当何て言いますか、昔ながらのラーメン屋っていう感じなんで、僕は好きなんだけど、そういうところでちょっと評価は分かれるみたいです。で、ここのね、特徴はラーメンの若さがあるんですよ。スープが若いと
あんまり美味しくない。で、熟成されてるこのスープって多分もう3日目か4日目だなって時に最強にうまいんですよ。味にばらつきがあるんで、結構そういうのって意外といいですね。いつ行っても同じ味じゃなくて、ランダム性があるっていうところが非常に面白い。これは佐賀で一番うまいラーメンですね。全国、今回は福岡ラーメン10選で入れてるから番外編に入れてるけど、仮に九州ラーメン10選とかにしたら7位ぐらいに入るぐらいうまいです。大好き。これは熊本ですね。国定と読むんですけど、まあ熊本を代表するラーメン屋さんで、マー油っていう上にこう黒い油が乗ってるのがまあ特徴、焦がしニンニクとかも特徴になるのかな、まあで麺が太いですね。なんで意外と関西とかから来た人はここが口に合うかもしれない、麺が太いんで。ただ博多のラーメン食べつけてる我々は細麺派だから、ちょっとその熊本のラーメンって毛色が違うなっていう感じがするんですよ。国定ってすごい風俗街の中にあるんで、なかなか初めて行った時はその周りの店にギョッとしますね。ソープっていきなりカタカナで書いてあるような、まあ、ちょっと怖い街の中にあるんだけど、まあこれ熊本のラーメンっていうのはその流れが違うんで、全然豚骨といってももう違うラーメンなんだけど、味仙ラーメンとかこっちに進出してきてるでしょ。だからまあ、熊本ラーメンが好きっていう人はこれが一番最高峰になるんじゃないかなと思います。僕はそんなに熊本はっていう感じですね。じゃあ長くなりましたけど3位から1位を発表します。3位、これ無邪気は博多にあるラーメン屋ですね。これはね、面白いのは店の中でこの食べ方を指南してるのが面白い。これスープを、ご飯が無限に食える仕様なんですけど、レンゲの中にご飯をすくってスープに浸して海苔と一緒に食べろって言ってるんですよ。ちょっとゲテ臭い食べ方なんだけど、それめちゃくちゃうまいというか、それに合うようにスープが作られている感じがする。だから慣れた人はそういう食べ方をするんですよ。ラーメンライスを楽しむ店っていうか、それは本当にその食べ方がね、美味しいよ。最初僕そんな感じで食えるかと思ったんですけど、ラーメンもうまいし、ご飯、そのラーメンライスもうまいっていう、なんか一粒で二度美味しい食べ方 がちょっ と特徴というか面白いラーメン屋なんで、で実際うまいですね。ニンニク僕やっぱり入れまくるんですけど、これ本当ね美味しくて週に2回とか最近行っちゃいますね。ここはおすすめですね。急上昇してきた。これ豚骨ですよ。もう本当豚骨、魚介じゃなくて普通の豚骨醤油って感じの。これ昔赤坂にあったのかな。で今天神にもあるし、天神に2個、パルコの下にもあるし、で博多のラーメン街道の中にもありますね。魚介つけ麺、太宰府にもあるか。魚介つけ麺で魚介の麺がむちゃくちゃ濃い、なんかスープっていうかカレーみたいな感じですね。スープがむちゃくちゃなんかこう粘性が高いスープです。でこれのカラカラウオっていうラーメン、カップ麺、辛いやつあるんですけど、それぐらいなんか辛いバージョンもあって、インスタ映えするからって女子大生とかこうなんか食べに来て最初盛り上がってるんだけど、辛すぎて途中からテンションがこう落ちてこうため息とかついてますもん。そんななんか辛麺を甘く見た人たちを地獄に陥れるような辛いやつもあるんだけど、まあ普通のつけ麺も美味しいです。でこれも店舗ごとに味が違っていて、僕は博多のやつが一番好きかな。でも最近の天神のパルコンで来たやつも美味しいですね。ここも女性結構来てますね。これめっちゃ、これと1位と2位を迷ったんですけど、これはねほんとコンスタントに月1で行ってるっていうのが3年ぐらい続いてますね。だからこれが来たんで、はっちゃんラーメンとかが6位とかに追いやられたんですよ。これが来る前ははっちゃんラーメンの方が1位だったんだけどな。で次のね1位が多分ねみんな聞いてくれた人ががっかりするようなランキングですね。チェーン店なんですよ。もうこれは次のやつは個人的な本当に思い出があるんで
正確な客観評価ではないですね。1位これ金龍です。金龍ってどこにでも昔あるのかな、あるのかな、今は結構数を減らしたみたいだけど、ここの油そばが単純に好きなんです。油そばだけじゃなくて、なんか赤いタレが無限に使えるじゃないですか、あれが好きで、ここもね月一絶対行っちゃいますね。でだから月一が結構あるから、どんだけラーメン食ってるんだっていう話ですけど、金龍ね、昔出花の時ってね1995年ぐらいだったんですよ。夜中に CM やってて、なんか中国人もびっくり癖になる場合っていう CM があってた時は、今のラーメンと全然違っててですね、一杯にむちゃくちゃコストがかかってるような、ニンニクが溶けたようなすげーうまいラーメンだったんですけど、ある時からなんかすごい安っぽい感じに変わっていったんですよね。90年代の後半ぐらいから、90年代中盤ぐらいまでそれを維持したんだけど、なんかね安価路線に行って、で普通のラーメンを食べれなくなったんですね。この昔の金龍のことを知ってる人っていたら、なんかちょっとコメント欲しいんですけど、でもこのね油そばだけはグレードを落とさずにいつまでも残り続けてるんで、これは非常に嬉し、ありがたいですね。でニンニクと赤いタレをこう混ぜて食べるんですけど、メガ盛りとかに僕しちゃいますね。メガ盛りにしても結局飽きないな、これは。これはもう本当ソウルフードって感じでした。というわけで、まあ個人的なラーメンランキングを出してみましたけど、まあなんか反響があったら、ラーメンだけじゃなくていろいろなんかこう博多グルメとか九州グルメとか出していきたいと思います。ご飯結構食べに行くんで、おすすめだったら福岡九州圏内は結構言えますよ。というわけで、ラーメンランキングです。ちょっとランクは喋り疲れたんで、ちょっとまた後で、やります。